美食女スイーツのコーナー、コーナー、コーナー。今日の美食女スイーツをご紹介したいと思います、えー。バレンタインの時にバレンタイン美食女パフェ作ったと思うんですけれども、それの変化球バージョンで今度は、きなこ豆乳グルトパフェです。えっと、いつもの,あの豆乳グルトの上に、今度はあのアマゾンで買ったなんか、 きな粉と黒ごまとアーモンドがミックスした、えっと、黒ごまアーモンドききな粉ってご存知ですなんかそういうのがあったんですね。なので美味しそうと思って買ってみました。で、それをこう上にパーっと乗せて、でもお砂糖とかは入ってなくって甘くないので、あの、オーガニックバナナがおうちにあったんですね。 宅配の有機バナナをあの輪切りにしてこんな感じでやってみたんですだけれどもねやっぱり豆乳グルトも甘くないし、あのー、きな粉も全然甘くないのでちょっとバナナの甘みだけだとねバナナもそんなにあのこれしつこい甘さじゃないバナナなので割とあっさりめのバナナだったのでね ちょっと物足りないなと思って多分あのメープルシロップとかかければよかったと思うんですけどもなんかねあのきな粉とあの黒豆って合いますよねなんか黒豆をこうヨーグルトに入れる人とかいますよねっていうのを思いつきましてきなこ、ヨーグルト黒豆これ合うんじゃないかと思いましてあのちょっとねお写真がなくて申し訳ないんですけども こちらの黒豆ですね。<laughs> お夕食にもいただいた黒豆を、あの、写真ないんですけども、こちらの中に、さうん、どれぐらいの量入れたかなあの、適量入れてみたんですね。そしたらね、冗談、結構やっぱ黒豆の甘く煮たのって甘いですよね。なのでね、ちょうど良くなりました。ですけれども、バナナとね、黒豆が合うかっていうのは、 ちょっと問題提起なんですね。<laughs> それはね、あの、好みによると思います。私は別に、あの、大丈夫だったんですけれども、合うかって言われたら、あのそのバッチリ合うかって言われたらちょっとわからないので、あの、気になる方は、あの、やっぱり黒豆だけにした方がいいかなと思います。絶対間違いないのは、あの、豆乳グルと、 えこちらのきなこ、そして黒豆だとちょうどいい塩梅で、あの、美味しくなると思います。そんな感じの美食場スイーツでした。こんな感じでね、いろいろ私なりのパフェをね、<laughs> パフェって言えるかわかんないんですけども、開発していきたいなと思っていて、いろんなこう組み合わせでね、私的にこう、あの、まあ、私的には、あの、これがこうパフェみたいな感じになるんですね。 あの、お外のだとね、やっぱりどうしてもあの、すごく美味しいと思うんですけれども、シャーベットが入ってたりとか、アイスクリームが入ってたりとか、結構2、3個冷たい甘いのが <laughs>、入ってますよね。なので、あのー、もちろんね、フルーツも母なんてね、毎日、あのー、食べちゃってた時があってね、<laughs> 線引き屋とかタカのフルーツパーラーにほぼ毎日なんか通い詰めてた時があったみたいでいやーちょっとあまあそれはねちょっと良くないねっていう <laughs> お話なんですけれどもねちょっとねコレステロール値とかいろいろね体脂肪とか上がっちゃうだろうなって思っちゃうんですけれどもあのそんな太ってはなくてもねあの体の中の。 あの体内脂肪でしたっけそれが多分上がっちゃったりとかしちゃってたんじゃないかなと思うんですけれどもなのでそういうのはあの魅力的で美味しいとは思うんですがちょっと私の、まあ、体質的にはこういうのがいいかなと思っていろいろ工夫して美食所パフェをねやっていきたいかなと思うのでまた思いついたら皆さんにもご紹介したいと思います。ということで今日はこんなところで。 えーと、と黒豆きなこパフェでしした。た。ありがとうございましたちょっと今いろいろアカペラで練習もしちゃってるんですけどもいちいちあげちゃって申し訳ないんですけれどももしよかったらそれではおやすみなさいチューリップリンセスでした。